GTR クラス、まず最初に登場するのは京葉時光のサンニー GTR。 目標タイムは55秒台とのことだが、果たして。続いて登場するのはガレージ伊藤のサンニー GTR。 はい、こちらですね、ガレージ伊藤さん、こちらサンニー GTR で今回、初つくば。そうですね、初つくばですね、はい。この車のズバリ、速さの秘密というかですね、ポイントを教えていただきたいんですけれども。どちらかトルク重視のエンジンに持っていて、つくばに合わせるような感じで、であとは、一応ストリートのお客さんに一番近い仕様で、どんなぐらい出るかなと、タイムに挑戦みたいな感じで、一応そういうコンセプトで作ってるんですけど。トルク重視のエンジンというのはどういう風に作るんですか。とりあえずニッパチベースで、なるべくカムも考えてトルク出すような方向で、あとはセッティングも V プロでなるべく下から付け上がるように、あえて外観はノーマルのままっていうのもまた。そうですね、もう極力ノーマルに近い状態で、タイム出したいんで。ズバリ今日の目標タイムは、狙えれば7秒は欲しいから、57出したいかなということなんですけど、あとは7秒に食い込めば OK。 もう嬉しいですね、はい。アタックドライバーは GT ドライバー谷口信輝。なお画面に表示されているのは車載カメラの映像に走行情報を表示できるシステム、カーツの RMS-1 による情報だ。58秒282とまずまずのタイム。